ので余計にいつ着ようってちょっと今なってるんですよ。はい、こんにちは、ウルポロです。今日はじゃじゃーん、購入品の紹介をしたいと思います。イエーイ。ちょっとね、これこういうビニール袋に今入ってるんですけども、結構ね、リサイクルショップでお買い物するとこういう普通のビニール袋に入ってますよね。ちょっと出していきたいと思います。この着物と帯と帯締めの3点を買ってきました。で、これね、全部で税抜きで3600円。めっちゃ安いですよね。イエーイ、リサイクルショップ最高って感じなんですけど、まずね、一つずつ紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずこちらの着物の方からご紹介していきます。でね、今撮影している、まあ、今日の日付なんですけれども、4月の7日、ね、4月の7日なんですけれども、今日すっごく天気が良くって、私ね、暑がりさんなので、もうすでに一人の着物が欲しいなって思ってて、そう、本当はね、去年も一人の着物欲しかったんですけれども、結局はほとんど浴衣で過ごしてたんですよ。で、浴衣で過ごしてたんですけど、今年はなんかね、一人の着物もちょっと頑張って調整してみたいなと思って買ってみたんですけども、リサイクルショップの店員さんが結構知識のあるお店の方で、いろいろ相談に乗ってくださったんですよ。一重の着物が欲しいですって言って、こういうのがあるよっていうので出していただいて、ちょっと広げますね。よいしょよいしょ。ね、こういう感じの深い青色、私あんまりね、青の着物ってね、普段着ないんですよ。こういう紫とかピンクとか結構明るい色が好きで、青系って持ってなかったので、じゃあ逆にちょっと挑戦してみようかなと思ってこの青を選んでみて、でその時にこれ一重の着物ありましたよって出してもらって、あ、本当だ、一重だと思って、でこう触った感じ、あ、絹だったんですよね。で、これ絹ですよねって言ったら、あ、そうですねっていうことで、まあ証券の一重の着物、これ裏地がついてないんですよ。裏地がついてない、ちょっとアップにしますね。これ裏地がついてないんですね、袖の内側の。で、こっちの八角の部分もこういう折り返して縫われてあるので、これ一重の着物なんですよ。で、証券の一重の着物っていつ着るんだろうってちょっとね、想像つかなかったんですけど、なんかやっぱ暑いから涼しく着たいっていう気持ちがあったので、一重って思ったんですけど、今これしかないって言われたので、とりあえずね、買ったんですけど、よく見たらこれ普通に考えたらコモンじゃなくって、よいしょ、広げますね。じゃーん、コモンじゃなくて、ほら、袖のこの一部と、よいしょ、このこうやって広げてみたら訪問着なんですよね。多分これ付け下げじゃなくて訪問着になると思うんですけど、こうこの縫い目に対して絵柄が一応つながってるので、こう縫い目をまたいでこの絵柄が描かれてるので、付け下げじゃなくて訪問着なので、余計にいつ着ようってちょっと今なってるんですよ。だからちょっと失敗したなと思って、こういう軽めの訪問着とかアンティーク系の着物だったら、もうね、全然カジュアル系で、もうカジュアルダウンして名古屋帯を締めてお出かけするっていうのはたまにしてるんですけど、こうやっぱりね、普段着ない色の着物だから余計にどの帯合わせようみたいなので、ちょっとね、今どうしようってなってる。なんでね、もうちょっとね、店員さんにしっかり聞けばよかったんですよね。で、この着物、とりあえずどうしようっていうので、今悩んでるところです。ね、汗がついても別にいいやっていう着物が一着やっぱり欲しい。ちょっと今回は、失敗かな。いつ着よう。でもね、なんか、柄的にも結構シンプルな感じで気に入ってますし、こう活用していきたいなと思います。はい、次で、次はこっちの帯ですね。帯はじゃじゃーん、なんとこれ夏用の名古屋帯です。
もう見た瞬間に、あ、これ夏用の帯だと思って、そう、夏用の帯って実は私半幅帯しか持ってないんですよ。全部普通の名古屋帯しか持ってなくて、春頃になると私みたいな暑がりさんはこうウエストの部分がね結構暑くなってくるので、でも半幅帯もそうだな、半幅帯もね別に嫌いじゃないんですけど、どっちかっていうと私お太鼓結びするのがやっぱり好きなんですよね。あまり上手じゃないんですけど、お太鼓結びがすごい好きなんですよ。形も可愛いですし、なんで去年もね夏用の帯欲しいなと思ってたんですけど、全然知識がなくって、で今年はこう東谷さんの放送見てたので、あ、こういうなんか透けてる生地は夏用の帯みたいなの紹介されてて、あ、欲しいと思って、でもやっぱり私はまだそれね、高級なものを買えるような身分でも立場でもないので、このリサイクルショップで買えたらいいなと思って、見たらすごいあの綺麗なこういう状態もね別に悪くないんですよ。ちょっとねよく見たら汚れはこうね、よく見たらこう汚れがちょっとあるっちゃあるんですけど、まあ許容範囲内で、多分ねこれも別に表に出る部分じゃなさそうですし、まあいいかなって感じで買ったんですけど、実はこれがねなんか匂いが結構気になる、なんか蔵、なんか昔の蔵の匂いってあるじゃないですか、なんか倉庫みたいな蔵の匂いが結構すごいある。なんで、昨日ね、こういうのね、買ってきたんですよ。ちょっとなんかもう子供になんかビリビリに剥がされちゃって、ちょっと破けてるんですけど、これね、脱臭炭。これ冷蔵庫用の脱臭炭。これがね、意外とリサイクルショップで買って、匂いがきついなーって思うものは、これと、あのビニール袋を一緒に入れて、あのビニール袋をこう閉じとくんですよ。そしたらね、匂いが結構ね、あの大部分が取れます。なんかね、匂いに関しても、あのすごいなんか研究してて、何日間もこう干してみたりとかしたんですけども、部屋中がただ臭くなるだけみたいな感じで、うまくいかなかったんですけど、結局ね、この脱臭炭とビニール袋、まあゴミ袋みたいなもんですよね、にこう封をして、なんかね、2日ぐらいで取れたかな、1日2日ぐらいで、匂いはね、結構ね、大部分取れます。100% もすっきり取れるってわけじゃないので、まあね、そこはしょうがないですよね。もうリサイクルで、あの、着物を手に入れるっていうことは、まあ、新品じゃないので、まあ、そこはね、我慢しないといけない。まあ、人に迷惑をかけない程度の匂いのレベルまでに落として着ようかなと思います。で、これが、まあ、これ、あの、夏用の名古屋帯ですよね。夏用の名古屋帯。とにかく、ね、色もすっごい夏にすごい使えそう。綺麗だなと思って、こう、ベージュみたいな。ね、他の動画でもあのベージュ系とかは使いやすいですよっていう動画を出してるんですけど、本当にねこれ絶対使いやすい、何にでも。で最初ねこれに合わせようと思ったんですよね。この一重の証券の着物、これに合わせてこう着たらね可愛いかなと思って、でこの色に合わせてあの麦わらのあのハット、麦わら素材のハットとかをこう帽子に合わせて、なんかこう洋風のピアスとかしたらすっごい可愛いかなと思ってたんですけど、店員さんにこれにこれ合わせるのってどうですかって聞いたら、いやちょっとそれはどうかなって思うっていう風にね言われちゃったんで、ちょっとどうしようみたいな感じです。多分こっちはすっごい使える、もう本当にこれどうしようって感じです。あ、ちなみに値段はこっちが1000円、こっちの一重の証券着物が1000円で、こっちの夏用の名古屋帯が2000円ね。で、最後にもう一点が、これですね。もうこう値段出ちゃってるんですけど、こう、じゃん、300円。300円の帯締めですね。なんかね、赤の帯締め持ってなくって、やっぱりね、あの、買うものってどうしても好きな色が集まっちゃうじゃないですか。私ピンクとか紫とか薄い色が好きなので、薄い色が好きだし、薄い色がね、自分も似合うっていう自覚があるので、これね、あの優しい色合いのものを集めすぎちゃって、逆になんかこの大島紬とかちょっと着てみたいなと思った時に締める帯締めがないので、もう赤欲しいなって思ってたらちょうどねあったんですよ。こういうちょっと開封しようかな、開封ってほどでもないか、ちょっとこれをビリビリと開けて、よいしょ、
状態もねすごい綺麗ですし、うん、なんかねちょっとね房がねこういうチリチリとはなってるんですけど、房ってねほとんどこの位置に来るので、まあ見えないじゃないですか。見えないところにそんなにね神経質になってもしょうがないかなと思って、まあ自分が気になるか気にならないか、なんかもうよっぽどじゃない限りまあ見えないしかみたいな感じでやってるんですけど、こんな感じですね。かわいい、うん、ちょっと幾何学っぽい感じになるのかな。なんかこれに合わせてもかわいいかもしれない。でなんかピリ辛な感じでちょっと大人っぽくなって可愛いかもしれないです。でこれも使うの楽しみ。ちょっとね夏はこれあんま使い道ないかなと思うんですけど、秋冬に向けてちょっとね大島つむぎも持ってるんですけどほとんど切れてないので、ちょっとね今年の秋とかは大島つむぎに挑戦したいかなと思ってこれを買いました。はい、以上です。で値段はこれが1000円、2000円、300円なので、3300円の税込みですね。300円の税込みなので、全部で、何円だ。はい、以上です。とにかくね、失敗することもあるけれども、こういう掘り出し物も見つかるし、でもね、これ買い物失敗かなと思ってても、結局ね、なんかね、あ、やっぱりこういう使い方があったとか、あ、なんかこう勉強になる。自分の手元に来たからにはね、もう最大限愛してあげたい。もう着物をね、最大限もう自分の元で輝かせてあげたいので、この子もね、もう何か活用法を見つけて、また動画にしたいかなと思います。はい、今回もご視聴ありがとうございました。いつもご視聴くださっている皆さん、高評価ボタンやコメントくださる皆さん、本当にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ダッシュータン。ダッシュータンおすすめです。バイバイ。